13年前、アメリカで銃を使った大きなテロが起こったな。その日に銃の悪魔が現れた。夢ぐらい見させてほしいよな。君の選択肢は2つ。悪魔として私に殺されるか、人として私に変われるか。仮に教師を仕事するやつの審査、生きてるやつだけは、連行に信念があるやつだけだ。おうおう、自滅的に見逃しなかった。人間の気持ち、そして悪魔の気持ち。ただそれで突然の生活がしないだけなのに、こんなことも考えられねえのかよ。デンジ君は人間だけど、悪魔になることができるんだ。生存者の救出のこと避難用。はい。君の世界、
ロングの警戒をお願いします。よし、コベリちゃん、ダブルピースでじっとしてて。テロ事件と今回ので、デンジ君が敵勢力に狙われていることが分かった。だから四課を強化しようと思ったんだけど、ほとんど死んじゃったね。アキラさんが指導してくれるんですか？残念だけど、私は忙しくなっちゃうから、適任を紹介するね。君たちを指導するのは彼だよ。じゃあ、あとはよろしく。彼の名前は…死んだと思った。お前たち100点だ。ああ、まだ最後でばかり僕の目を見開いた先にはパラパラパラ色の君しだを触りにいつまでも。
していく。こいつ頭が終わっておる。おお。じゃあ再開だ。酔ったジジイでも殺しちまったら逮捕だぜ。じゃあお。デンジ君みたいな人。デンジ君？オーディション？Thank you.